スピードを落とすことなく交差点に入ってくる車。ブレーキを踏んでいるようには見えません。昨日、町田市大倉町で60歳の女が運転する車が塾帰りの子供らに突っ込みました。警察は車を運転していた職業不詳の60歳の女を自動車運転処罰法違反の過失傷害の疑いで現行犯逮捕しました。 女は事故当時、右に曲がろうとしたときに意識が飛んだ覚えていないと話していましたしかしアクセルとブレーキを踏み間違えた可能性がある小さい子供や母親に怪我を負わせてしまって申し訳ない運転ミスによる事故の可能性が出てきました事故は車通りの多い道路で起きました 運転した車は歩道を乗り上げこちらの空き地に突っ込み停車したということですこの事故で小学生を含む5歳から7歳の子供3人と50歳の女性1人がはねられこのうち女性と7歳の女の子の親子が胸や太ももの骨を折る大けがをしました警視庁によりますと車は赤信号にもかかわらず交差点に進入し 現場にはブレーキの跡はなかったということです。あれはほら車突っ込んだ。だ前べちゃんこだったよ。ちょんととと,とそれからあのお子さんたちがあの泣くってよりもわめってましたね。事故現場の近くには小学校や幼稚園があり、日ごろ多くの子どもたちが通る道でした。いや怖いですよね。 普段使っている道で急に車が、ね、自分に向かって突っ込んでくるって考えるといや何が起こるか分かんないからやっぱ、えー、怖いなとは思いますけど警視庁によりますと車を運転していた60歳の女は持病や服用していた薬はないということです交通事故を分析している中島博さんは 防犯カメラの映像から、通常、車が交差点に入るスピード以上の速度が出ていたと指摘します。おそらく40キロを超える程度の速度で交差点に進入していると思います。信号を見て止まろうと思ったんだけれども、その操作ができなかった。まあ、間違って操作一瞬アクセルを踏んでしまって離そうとしたら気が遠くなったとか、そういう操作をしていると40キロ程度での交差点侵入はあり得るとは思います。 また当時の状況について事故直後は覚えていないと話していた運転手の女がその後、ペダルの踏み間違えの可能性をほのめかしていることについては。 思い出せないとかあの自分がどういう操作をしたかということがあの記憶の混乱というのはしばしば見られますですので、まあ、多少事故を客観的に見られるようになって落ち着いてきたところで考えるとどうだったとっいう説明が出てくることがあってあのそうです、ね、本当に直後の説明と少し変わってくることというのはしばしばばあります警視庁は事故の詳しい原因を調べています